意外と見逃すジョイの真実。どうもクレシンマニアです。お目目が赤くなっちゃったぞってはしんのすけの目がテレビの見過ぎで真っ赤になってしまいます。その際にヒロシと一緒に眼科へ通院するのですが、その眼科のジョイのあることに皆さん気づきましたか？それは視力検査をした時にしんのすけは文字を答えます。あしくさいひろしと答えて、先生そんな字指しておらんだろうがとヒロシは叱りますが、先生は苦笑い。本当に先生はその字を指していなかったのでしょうか？画面で指している場所を確認すると、あは指していますし、次のしも指しています。さらに最後のしもしっかり指していることがわかります。それでは残りの文字である臭いひろはこのボードにあるか探してみると、なんと全てあることが確認できます。つまり本当にこのジョイは足臭いヒロシとボードで順番に指していることになりますね。だからこその苦笑いで、しかも下から1番目と2番目のヒとロが見えているにもかかわらず、最後のシを上から2番目のを読ませるあたり狙っているとしか思えませんよね。いかがだったでしょうか？意外と見逃しがちなこの真実、じっくり見ることでこのジョイのお茶目さがわかります。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。